どうもなおちんです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。スイッチ版の一番の目玉、ベジット、そしてゴテンクスが使えるようになる。これね、クリア後にすぐに使えるようになるかなと思ったけど、これがすぐじゃなかった。クエストをこなさないとゲットできません。で、そのクエストがね、ちょっとまだいまいち分かってないんですよ。でもゴテンクスは入手できたので、そのクエストっていうのを紹介していきます。まずクエストというよりも全クリをしてからスタートですね。全クリをしないと、使えるようにはなりません。まずこのクエストを受けてください。まずはこれですね。サブストーリー5点の教育だね。これが復活の魔人ブー1話、新しい出会いから嬉しい知らせまで、ここまで受けることができます。まあ、もちろん全クリをした後タイムマシーンで戻って、クリアしても OK です。うん。まあ、魚釣りをして戦うだけなんで、そんなに時間のかかるやつではありません。まずはね、これ、5点の教育、クリアしてください。5点のクエストをクリアしましたら、これが発生します。サブストーリー、超強いあいつ現る、ですね。発生期間が、クリア後の世界、となってます。あのね、5点のクエストをクリアしないと、これは出てこなかったので、5点のクエストがトリガーですね。これがね、レベル80のクエストで、そこそこ強いので、レベルをそこそこ上げていってみてください。ちょっと強いです。そして、超強いあいつ現る。それをクリアしましたら、最後はこれです。頑張るチビ戦士たち。だね。これは超強いあいつ現るが、トリガーとなって発生するサブストーリーです。もちろん、発生期間はクリア後となってます。推奨レベルが85ってなってるんで、かなり強くなってますので、レベルをね、まあ、90ぐらいまで上げていけば楽に倒していけるんではないでしょうか。クリアしますと必殺技アシスト、フュージョン、これをゲットすることができます。では実際ゴテンクス使っていきましょう。使い方はこのサポートキャラ、ゴテン、トランクス、まあ、どっちかでいいと思うんだけども、フュージョンを入れていってください。もちろんね、サポートキャラなんで最初から使うことはできません。フュージョンをすることによってゴテンクスを使用することができます。ただレベルはゴテンとトランクスの平均です。まあ今52と54なので、53のキャラクターが生まれます。まあ俺まだね、レベルあんまり上げてないので、これ2人とも上げなきゃいけないんで、ちょっときついかなと思います。で、必殺技の、レベルとかも上げれません。うん、必殺技のツリーがないので、もう元々あるやつを使っていくしかないんじゃないかな。はい。まあ実際どんな感じなのか。いきましょう。最初はね、悟空になってます。で、ここで、サポートの技でフュージョンを入れますと、フュージョンをして使えるようになります。はい。で、もちろんレベルは低いよ。レベル低い、だから全然戦闘にならないぐらい弱いです。1とかしか与えきれないんじゃないかな、この感じだと。だよね。はい。で、時間が経つか、自分で ZR と A を押すかしないと元に戻りません。うん。まあ、時間がね、5分ぐらいだね。5分ぐらい。まあまあ5分もね、長く戦うことはないんだけども、まあ、それぐらいすると元に戻るっていうのを覚えておいてください。まあ、ちょっとこれじゃ戦闘にならないので戻ります。あー、ちょっと悟空に戻るね。はい。まあ、そんな感じです。ちょっとレベルを上げないととても使える状況じゃないので、
ちょっとレベル上げを頑張らないといけないな。これベジットでも一緒なんだろうね。ベジータと悟空の平均レベルが生まれるんだろうな。はい、それでは今日はゴテンクスの入手方法やってみました。確実なことはちょっとわからないんですけども、この3つをクリアすると出ました。まず1つ目、ゴテンの教育ですね。そして2つ目、超強いあいつ現る。3つ目、頑張るチビ戦士たち。この3つをクリアするとゲットとなりました。まあもしかしたらあと1つぐらい、あるのかもしれないんですけども、俺はこの3つで、出ましたので、とりあえずやってみてください。はい、ということでまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。